パネジェム2世とお知りすかみパネジェム2世は古代エジプト第21王朝時代の大司祭。先代の大司祭スメンデス2世の弟で、先々代のメンケペルラーの息子。妻に、実枚のセトエムケブぶ D、もう一人の妻ネスコンスはニースメンデス2世の娘で、パネジェム2世自身の命にあたる。第21王朝時代は、新官勢力の絶頂期にあたり、 事実上の支配者として上え、エジプトを統治した。しかし、父や祖父のパネジェム一世のような即位名やカルトゥーシュは、用いず、あくまでも、下エジプトを治めるタニス王家の進化としての立場に、徹した。パネジェム二世が没した後、その遺体は、妻と娘の一人であるネシタネベトイシェルーと共に、ハトシェプスト女王僧祭殿の背後の山中に作られた、墓に埋葬された。 この墓は後に洞窟を受けた他の墓から移されたミイラの避難場所として使用され、王家の谷や帝弁の周辺地域に埋葬されていた第十七、王朝から第二十一王朝時代の王公貴族たち、延べ40名以上の遺体が集められた。その中には、イアフメス一世、アメンヘテプ一世、トトメス一世、同二世、同三世、セティ一世、ラムセス一世、同二世、 同級生といった新王国時代の名だたるファラオたちも含まれており、1881年にこの墓を発見したガストンマスペロラ学者たちと各国のエジプト考古学会に大きな驚きをもって受け入れられた。ありがとうございます。